つもの懐かしのカードを。確かにこれは懐かしい。早速私。何これ。何これ。だな、ついに来た。カービィさんの出番だ。待たせたな。うって。あと見てたか。開幕聖水を掴んだんだが。なんかうまくいかなかったぜ。運は絶対ギザギザになってたのが見えてたわ。聖水は想定外だったが、執拗に追いかけるカービィちゃんの足。ほら、うわぁ、マリタミのデスクこい。完璧すぎて我ながら涙が出そうだぜ。確かに久しぶりなくせに、登場演出にしろ随分と絶好調じゃないぜ。開幕張り切るのは当たり前なんだよな。残念。くっそ、あと一発当てればバーストまで運べるというのに。自然とダウン電子になると思ったけど今。大口に向き入れられたぜ。あとそうなんだよな、今の横スマかっこよく締めたかった。あぶね。さあ圧倒的リーチさと飛び道具をかいくぐっていきなさいな。なあにさっきまで十分対処できてるんだよな。いただきます。お前の能力借りてくぜ。さあマリサはコピーを生かすことができっ。今ので頼むからシールド割れてくれ。惜しかったけどまあ2発じゃ割れないよね。飛び道具合戦と見せかけて。いや今の普通にあんたのミスでしょうが。あぶね、落ちろ。さすがここはきっちりだけ受け身取ってきますわ。今のでちょっと死ぬかと思った。これはいただきます。さあ来たな、ガノン。おじさん改めお兄さん、圧倒的ドヤープレッシャーにも負けねえで私はよ。ドヤープレッシャーってなんなのよ。お前も散々使ってきただろうが。まあ確かに。あれ、まあ最後は当たったからいいか。前投げコンボがちょっと不安定になってるのよね、はい、わーい。チャンス違う、これじゃない。今のおじさんいい判断。グッソー、危ねえ。ほら、カービィちゃんのファイナルカッターに目標を狙うのは当然なんだよな。グッソー、血の気盛んな奴が多いからな。よしゃー、なんだよしゃーよ。まあまあまあ、コンボ繋がったし、ミドルリターン、ミドルリターン。連打してゴリ押しテイクスタイル。一旦回避してもその後隙にそのままぶっ刺さるんだよな。はい、はい、ほら、引っ越せよ。惜しい。よく当てたわね今の。カービィちゃん親族が発動したと思ったんだが、このままゴリ押す。チャンス、ほら、いい感じね。くらえ。残念、グッソー、危ねえ。今のは死んだと思った。ああ、私もな、今のはカウンターメテオで落とされると思ったぜ。もう一回。ちょっと届かん。はい。残念、マリサの負け。そう。おいー。吹っ飛びすぎだろい。何を今さら、ストーンで反転したというのに、67%ダメージとは思えない吹っ飛びスピードだったぞ。ナイス反撃。いい流れだぜ。それは外れ。まあなあ、これ。お、このベクトルは十分脅威だぜ。くらえ。やったぜ。優しい崖メテオで撃墜。っていうかあの方向に飛ぶのね。それは思った。さあ乗っていくぜ。試合のペースが早いわねー。そら張り切って、全力スピードで行くぜ。ほら、今回も幸先良い滑り出し、剣持ちでも構わず懐に潜り込み、あう、我が吸い込みはできない、剣攻撃かぶせられると全く吸い込めないからこれはきつい、危ねえ、カウンターを切り返していく、うわぁ、マジかよ、なかなか攻めるわね、だがまだ序盤でガンガンカウンター使ってくるあたり、よし、これは誘いがいがありそうだぜ、これ、ここ復帰阻止、ウィンストーンで、残念、グッソー、欲しい、おらー、なんというゴリ押し。スマッシュぶっぱを確実に当てるセンスが、カービィちゃんには求められているんだぜ。そして順調にザクザク切られていくと、剣を前に何もできないのもカービィちゃんあるある。よし。こっからいつもの。あれ？あれじゃねえ？おかしい、マーカス当たりが多い。よし。はい、いつもの、これぐらいで十分だな。いますよ！せーの！やっぱこの駆け引きはそうでも SP でも変わらないんだよな。もう何回見たことか。カウンター連打される場合はあえて一発はくれていいからカウンターに山を張るのもありだぜ。空した連打がなかなか見食らう。あんたドヤ顔で掴もうとしたつもりが届かなかったぜ。あう、いやあ、危ねえ。程よく生かしてからの空前の剣は危ねえ。大ヨッシーでよくあることでしょ。そうなんだけど、あ、残念だったな。狙ったのかあんた。もちろんだぜ。あんな無謀な追撃には無慈悲な踏みつけをお見舞いしてやるぜ。まあ劣勢を一点できたわけだけど、このワンアクションで流れを変えていきたい。痛い。危ねえ。こっからどれだけ繋げられるか。グッソー、ほらー、ナイスリカバリー。まだ私のターンは続くぜ。あ、
フルワード違う。今のは前投げからのファイナルカッターが正解だったな。ってめちゃくちゃ飛ぶ。まだ 100% いってないけどね。油断させてからの空前だぜ。あぶね。ほらーブフォア無理さー。ズッキ対決は負けてしまったぜ。分の悪い相打ちね。いたたたたた。引かれた瞬間ヒヤッとしたんだが、まあ案の定横スマが飛んできたというわけだな。痛い。ジャンプで回避するのが読まれているわよ。うん、まだ止まらない。まあ、ちょっと怪しかったけど結果オーライ。あたたたたたたた。いいダメージ。いいダメージなんてもんじゃねえぜ。まずい。展開がよろしい。あ。おいおいだけ受けました。おい、届け。あぶねえ。そして瞬時に反撃していくぜ。だけ話食う前がなかなかに決まるわね。やったぜ。甘い空母に対して上から横すま。今のは隙が出てラッキー。はい、おらー、いい流れ。時あるわよねあれ。っていうかまた我慢かよ。なんで試合をまたいで出てくるんだこいつは。そりゃオンライン人気ナンバーワンのマトおじさんにはたびたび出くわすでしょうがよ。なんだこらったみてえなやつ。受け身ほらー誰がゲッチルじゃー。あーうっせー。わかったから謝るから一旦引っ込めお前。やったかったぜ。うぜーとわー直めてよ。二発目は食らわないぜ。ほらいつものセットにこれ完全に流れ来てるんだよな。せーのあーいやーバッチに出た代償は大きかった。あぶねえ今のも。はい浮かしてシューッ。これはかなり巻き返すことができたぜ。まああのヒギドヤおじさんブレードを食らえば負ける。お助けください。明日までお待ちください。完全にやられたぜ今のはよ。ガードを長く張ってはいけない。だって上スマであんな削れるとは思わないじゃん。今の惜しかった。いつも最後の一発が当たらないカービィちゃんの空前運び。細かく調整されてるのかって思うぐらいうまく当たらないんだよな。いい感じだぜ。一方的に 80% 稼いでいるわね。キャラパワーの差をもろともせずひっくり返してやるぜ私はよ。ちゃんと後ろを向け後ろを。やっちまったぜ。つい焦って掴みを連打しちまうんだよな。崖奪いも外れ。くっそー。今のは割といいと思ったんだけどな。その弱はあんた。あぶねえ。よ、狼の足の方が強い。あーやめろ。何かと火力が高すぎるんだよお前の技はよ。ほら負けじと火力で抵抗するマリサである。ボールを相手のゴールに塩を打ち取る。エクサイティング。私が火力で負ける技がないんだよな。ハンマーは火力だぜ。なんだ暗幕は火力だぜと同じノリで言ってんのよ。自分のセリフ改変して悪いのかよ。あぶね、スマッシュ出してからスマッシュが間に合う狼、わけがわからねえぜ。よっしゃー。あ、これは懐かしの。久しぶりの疑似即死コンボが決まりだぜ。まあ即死コンボ4には回避が余裕で間に合うけどね。まあ棒より決まらなくなったとはいえ、ワンチャンでは。強烈な先端横スマが炸裂。まあいくら。開幕から全部先端当てられてて笑う。くっそー、お前の能力借りてくぜ。でだ、空下横強横スマに連と、先端4発で仕留められたの悔しい。っていうかかなりの先端ヒット率よ今。これ狙って当ててきてるんだったら、めちゃくちゃ怖いぜ。あの速さでドヤおじばりの火力が飛んでくるからねー。それな、ほんと恐怖でしかない。あ、船完全に死んだと思った。確かに私も一瞬負けたと思えたわ。もう横スマ決めさせないぜ。いい横スマ、欲が出てきたところを上から殴り潰したぜ。確かにアーセンタンがバシバシ決まると横スマ連打したくなる気持ちは非常によくわかるわ。だがそろそろ横スマ以外でも怪しくなってきたんだよな。じゃあやめろ。横強でプレッシャーをかけてくるマルス君。マベコンはなんか抜けれたか。あかん、もう復帰阻止とかでまずくなってきたんじゃない。その通りなんだぜ。そして横スマの後隙に微妙なキックしか入れれない私。これっていうかさっきから横強ばっか当ててるけどなんか出てしまうんだよな。あかん、これはまずい流れ。ほら負けないぜ。2回連続は外れ。くっそー、もっと近づくべきだったか。そしてここの着地警戒。おこっちの方がリーチ長いぜ。残念足のリーチは短いままよ。だが反撃。いやだぜー。あーめちゃくちゃ嬉しそう。黄色い者同士の対決。このカードはいかに短期決戦にするかだぜ。あかん、痛い痛い痛い。リューエディ暴れ。ヒットストップと音のせいか精神的ダメージがでかいんだよなあれ。下手に突っ込んで何回もあれに蹴散らされる自分に悔しいわよね。惜しい。あ、あぶねえ。リミット競技リクエムで割り込めるの。知らん、私も巻き込まれると思ったがタイミングが良かったせいかこっちが勝ったぜ。そして能力借りるぜ。正しい方向が逆。やっちまったぜ。いやまだセーフ。あ、あぶね、逆方向に飛んだおかげで助かったぜ。あ、チソーレー。残念、すかさずリミットでバーストさせられました。お礼。
剣より長いんだよな、この足。嘘つけ。いや見ろよ、完全に胸切りの上から腹蹴り決めただろうが。痛い。いいダメージ。危ない。ごまかしの横胸。外れ。あと隙がなさすぎでは。はいはい。わーい、いい連撃。はい、見えてるんだぜ。ほう、そしていただきます。いや、ダッシー。これは順当な勝利ですわ。コピーもできたし、復帰阻止もできたしで、今回はこれで終わるか。ご視聴ありがとうございました。次回も、ゆっくりしていってね。今回はなかなかいろんなものが見せれたと思うぜ。カービィちゃんがアップデートで強くなるまで待ってたわね。なわけねえだろ、強くなったつってもそんな劇的に変わらねえよ。